こんにちは、クロムソフトの塊、中爪鎌足、クラビタたけちゃん、ゆみちゃんです。本日はですね、3月4日に発売されたこのクロムソフトシリーズを紹介しようと思います、うんうん、今回3機種ありますからね。団子三兄弟、団子まずは打ってみよう。はい、今回はですね、キャロウェイさんから新しく発売されたクロムソフトシリーズっていうのを3種類ですね、3種類ちょっと比較しようと思うんですけども、今回は、3つをドライバーと7番アイアンとウェッジで打ってみようと思うんですね、うん、まあ、3つあるんでそれぞれどれぐらい違うかというと、今回はちょっと僕だけで打たせてもらうんですけども、はい、じゃあまあそこからじゃあまずドライバーから打っていくんですけど、はい、えみちゃんお願いしてもいいですか。まずはたけちゃんにクロムソフト打ってもらおうと思います。はい、わかりました、はい、お願いします。わかるかな。まあ、はい、では続いてクロムソフト X をドライバーで打ってもらいます。はい、お願いします。気合が入る。俺。OK。はい、では最後にクロムソフト XLS をたけちゃんにドライバーで打ってもらいます。多分ロースピンの略だと思いますね。X が付くとやる気が出るって言うだもんの、これも X じゃん。これちょっと難しいから今回は。いきます。ロースピンですよね。ではたけちゃんにクロムソフトを7番アイアンで打ってもらいます、うん、はい、お願いします。ここに、はい、ありがとうございます。あ、なんかずれた、大丈夫？なんかいいなんかいいな、これ洗い、なんかその矢印みたいなのがあるけどイメージしやすい。続いてたけちゃんにクロムソフト X を7番アイアンで打ってもらいます。はい、頑張ります。頑張ってクロムソフト。あれだね、全部こう線が入ってるから、うん、まあ実際こうってこんな大きさ出せんだけど、まあ、では最後にたけちゃんにクロムソフト XLS を7番で打ってもらおうと思います、はい、はい、打ってます。はい、ではたけちゃんにクロムソフトで700ヤードじゃない？700ヤード打てんやろ。デシャンボーか。デシャンボー打てんわ。100ヤード打てんわ。あのさ、ボケるのやめてくれんかな。さっきの7番かな。残ったのに、ごめん。700ヤード打ってください。ごめん。頑張る。気持ちはね、700。続いてたけちゃんに、クロムソフトの X 100ヤード打ってください。700だっけ？100ヤード。はい。
ワイに倒して700ヤード打ってください鬼か では最後にたけちゃんにクロムソフト XLS100 ヤード打ってもらおうと思います。はい、頑張ります。ですね。はい。はい、あります。はい。今回はですね、冒頭でもお話したんですけども、3月4日に発売されたキャロウェイの、ツアーボールですね、ツアーボールのクロムソフトシリーズっていうのをちょっと3つ、比較しました。今回、出てきたモデルっていうのは、クロムソフト、クロムソフト X と、前作で追加モデルとして発売されたクロムソフト XLS ですね、これが今回も続投されてきているので3機種となっています。3機種が新しく出てます。でどのモデルが、ね、自分に合うかよくわからないっていう方も、3つ出てくると結構わからないっていう方多いんですね。あちょっと待ってくださいね、これ普通に止めずに言ってくださいね、ごめんなさい、ちょっと落ち着かないなんかない、なんかないなとなんかないなって思ってて、いやなんやこれだけじゃちょっと僕の心をもう一部じゃない一部じゃないあ、そうですね、まあ今人形持ってる子供みたいなもんやからあんま気にせんといてはい、はい、まあまあで、まあ、今回はですねこの何が変わったかってことですね。まあ、今回キャロウェイさんはねボール内部のコアを 3D で視認できる X 線技術を新たに導入したらしいですね。でこれまで以上にとにかくボールに個体差の少ないボール製造っていうのが可能になったと。あとここがねキャロウェイさんらしいんですけど55億円の費用をかけて設備と工程を見直し、まあ、初速性能などに飛びに関わるルール上限ギリギリに迫るボールが完成したと。まあ、その55億円というちょっと破格な数字がですねいかにもこうキャロウェイさんらしいなっていうのと、まあ、今作にボールをかける意気込みっていうのが感じられるなと。これはね正直な僕のイメージなんですけど多分クラブに結構キャロウェイさんって力が入ってるイメージが強くてボールはちょっと弱い部分が、まあ、シェア的にも弱い部分があるんでちょっとそこを取りに来てるのかなっていうのはやっぱありますよね。はい。でまあ、それではここからまずそれぞれのボール特徴を話すんですけども、まず大きく分けるとこの赤い箱ですねクロムソフトがこれ3ピース構造ですね。で、クロムソフト X とクロムソフト X の LS これが4ピース構造ですね。だから X がついてる2つですね、これがまあ似た性能であることは間違いないですね、ピース数からですね。で、まあ、一応全てツアーボールでスピン系には分類されるんですけども一応この赤いクロムソフトがよりスピンに特化した方でこの X と XLS っていうのが、まあ、飛距離特化型ボールというふうに思っていたら間違いないです。はい。でこっからじゃあ一応僕が打たせてもらうのはこれね本当に結構分かりやすい、まあまあ、自分で言うてもないですけどうまく打てたなと思いますので、まあ、そのあたり見てもらいましょう。まあ、強いてごめんなさいちょっとうまく差が出なかったのは実はドライバーです。ドライバーはクロムソフト247ヤード、X241、LS247 と両サイドのボールが僕は飛びました。で、スピン量で言えば2700、2825、2095というところなんですね。で、まあ一応これキャロウェイさんの設定で言うとスピン量がこっちに行くごとに減っていきます、減っていきます。だから一番多いのがクロムソフト、まあ要はこっちがスピン特化型なんでどっちかとドライバースピン量も多い少ない少ないになる予定なんですけども、僕実はねこれ前のクロムソフトでもそうなんですけど唯一スピン系でなんか X がつかないほど打てるのがクロムソフトなんですよ。なんか芯が柔らかいんだと思うんですよ。なんか他のボール僕これだけはなんかクロムソフト使ってみたい、要は X つかないのに使ってみたいなと思うボールなんですよね。これ前作からそうなんですけど、で打感も結構好きなんでドライバーでもスピン量が実際この2700って結構少ないんです。これは前作から僕は引き継いでますね。ただやっぱり X も2825十分少ないし、一番やっぱ面白いのはこの LS、 さすがロースピンっていうだけあって僕2095ってもうもはや見たことない数字ですもん、はい。そういう意味では僕のようにスピン量が非常に多いプレイヤーっていうのはこの LS っていうのはまあ
クラブでも今もう LS ってもうロースピンって出てますから、ボールでもこういうの選んでいったらいいかなと思います。だからそれがイコール距離につながるかって、今回はクロムソフトと変わらなかったですけど、やっぱり僕のようにスピンが多いプレイヤーっていうのは絶対的に距離が伸びる可能性がありますから、ここ面白いなと。で次に7番アイアン、これが一番面白いですね。これは7番アイアンは一番スピン量でいきます。距離はだいたい153から157の間なんで、その大差ないのでスピン量いきます。こいつが5750、これが6885、これが5500ってことは、クロムソフト X が一番スピンかかってます。でこれはおそらく3つのシリーズがあるやつっていうのは、今までで言うと Z スターがあったんですね、うん、Z スターダイヤモンドっていうのがあったんですけど、おそらく今回ダイヤモンドのポジショニングがこいつになります、うん、X です。っていうのは要は、セカンド、要はパーオンですね、まあ、大体よく、パー4のセカンドっていう、まあ、これはだからロングアイアン、ミドルアイアンあたりですねを打っていくときに、やっぱりグリーンで止めようっていうときにスピンがかかるかからんっていうのは結構でかいんです。確かに別にこの辺のスピンで5000があったら止まりますっていう話ではあるんですけど、そのシビアな環境になればなるほど5000では足りないっていう、だからそれが6000乗ってくる、この本当にスピンで言ったら500ちょっとの差かもしれないですけど、これで止まる止まらない、要はグリーン上で止まるか奥こぼれるか、これも全然違いますから、シビアな環境になればなるほどこれはクロムソフト X の強いところかなと僕は思いますね、はい、でウェッジスピンになってくると、これまた面白いですね。今度は9520、8835、7300、露骨にクロムソフトが一番いいです、はい、これはもう完全にスピン特化型の特徴ですよね、はい、僕全部100ヤード程度打って、そんなに大差ないです。199から101の間で打ってますから、距離は大差ないので、これはもうスピン量が露骨に出てる、やっぱクロムソフトがスピン系ボールっていうのがもう分かりますね。で逆に言ったらロースピンっていうだけあって、でドライバースピン量が減るのもいいんですけど、ウェッジスピン量ですね、今100ヤード程度ウェッジスピン量も7300、止まりますよ、止まりますけども、まあちょっとここは弱いのかなと。でまあ要は一長一短ありますよってことですよね、うん、まあでも本当にそういう意味でこういう風に見ていくと、結構この3機種の違いって分かりやすいです。だからもう本当に今の見てて簡単に言いますよ、ウェッジ用、ウェッジが強い、ミドルアイアンが強い、ドライバーが強いというイメージですね。まあもちろん強いって言っても、もともとスピン量が少ない方なんかはロースピンなんか打っちゃう、今度ドロップしますから、それは注意ですよ。だからあの何で選ぶかにもよりますけど、一応特化してるのはもう一回です、ウェッジ、ミドルアイアン、ドライバーというふうに認識してもらったら分かりやすいかなと思いますね。あとは打感ですね。これさっきもちょっとお伝えしたんですけど、僕レベルが打ってもやっぱりクロムソフトが柔らかいです。さっき言った X って他の他社さんで結構しっかりしてるっていうもの多いんですけど、僕このクロムソフトだけは結構好きな打感でスピンも減る感じがしますね。でまあX と LS はしっかりした打感かなっていうので、正直あんまり差は分かりません、うん、まあ強いて言えばアイアン打った時には X でもちょっと柔らかいかなっていう感じはしましたね、うん、まあそれぐらいです、はい、だからまあさっきも言った通り、自分のスピン量を認識できとけば、このどれを選べば一番いいか、で自分が弱いとこを知っとけばどれを選べばいいかっていうのが結構分かりやすいので、まあ本当に何ていうか、自分をまず知ってる人はこの3つどれが合うかっていうのが自分で分かりやすいかなと、うん、思います。でまあ、さっきもちょっと言ったんですけど、今回この X シリーズっていうのがやっぱちょっと中間のポジションになってきますから、まあ、Z スターダイヤモンド、要するにミドルアイアンとかロングアイアンでグリーン止めようっていうところで、こういうツなんかはすごい効果発揮すると思います。だから普段試合なんかに出てるゴルファーっていうのは飛距離も欲しいけど、セカンドでビタッと止めたいっていうことになると、このボールなんかは進めます。ただ一般的なアマチュアのセッティングって言ったら、全然こっちでも十分対応できますから、これはちょっと競技志向向けのボールになるかなっていう気はしますね、僕の勝手なイメージですけど、はい、まあ、ただ最終的にはね、どっちかっていうとやっぱドライバーのスピン量で選んでも面白いかなと思うんですよ、うんうん、自分が結構もともとスピンが少ない人はクロムソフトで、逆に私の多い方は LS なんて選んでいっても分かりやすいかなと思いますね、うんうん、でまあ、最後にボール今悩んでるか、特にツアーボールに移行したいけど何打ったらいいかよくわからない方、これはやっぱりキャロウェイのクラブ使ってる方はぜひ試してみたらいいと思います、うんうん、以前TP5、テイラーメイドのボールの時も言ったんですけど、やっぱりボール製造の過程ですごい開発に力入れる時って、当たり前ですけど例えばロボットテストで打つクラブって絶対自社のクラブ、当たり前ですけどね、だから今回新しくローグ ST なんか買われた方ってボール何にしようかなって悩んでる方は絶対そのクラブで検証してるわけですから、それで一番いい数字が出たものがこういう風に世に発売されてるわけなので、まあちょっとツアーボール何打ったらいいかよくわからんっていう方は、特にキャロウェイユーザーの
のかなっていうのは、ぜひクロームソフト試してもらって、その中でまあ私が説明したどの部類が一番いいかなっていうところっていうのを選んでいけば、まあこの3機種の選び方って面白くなってきます。確かに、うん、もう3機種のボールって今まであんまりなかったですけど、逆にちょっと迷う方が多かったですね。だからその辺のそのちゃんとした区切りっていうのがよく分かってない人が多いので、今回はそれをちょっと分かりやすく、本当にもう一回言いますけど、ウェッジ、アイアン、ドライバーっていうところに効力発揮すると思ってもらったら、うん、まあとはいえ一応全部打ってみた方がいいかなと思いますけど ね、うん、まあそんな感じかなと思います。すごい面白いボール出てきたなっていう気はしますね。もし私だったら、うん、パー4でも3段目で乗せようっていうのがあるから、ボギーオンね、ボギーオンしようと思ってるから、うんうんうん、まあ、もしその私がこのヘッドスピードが合うとしてどれにしようかなってなった場合は、多分ウエッジの ね、うん、クロムソフトしようかなって思います。結局ボール選びって一番今のゆみちゃんなんか素晴らしい、じゃあ自分がどういうプレーするかって分かってる人じゃないとボール選びできないんで、これは別にこのクロムソフトに限らず、だってそもそも自分のスピン量、ドライバースピン量分かりませんっていう方、どれにしたらいいですかって僕も分かりませんって話になっちゃうんですね。だからやっぱりボール選びっていうのは結局スコアもそうですけど、自分のことをある程度数値知ってる方っていうのが一番恩恵を受けれるってことなんで、やっぱり自分を知るために、まあボールを選ぶ前にまずはやっぱ自分知る、まあそれが結果的にそのまあシダ、最悪シダですね、フィッティングとまでは言わんでもシダして自分の数値知っておくっていうのが大事ですよね。なるほど、うん、まあ、すごいいい会話やったんで、会話やったんでってついてきてた、ちゃんと、よかったよかった、すごいいい会話やったんで、もうやめよっか、よかった、もう喋りすぎたんで、はい、はい、もうではバイバイチャンネル登録、高評価で、ね、タケちゃん、ユミちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。